おい、仕事なんだ、早くしてくれ。ごめんなさい、今すぐやります。これはどこにでもいる普通の男の子、カーリーバケットのお話です。おい、ガキ、もういいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。彼は家族もおらず裕福でもありませんが、世界一ラッキーな男の子でした。お腹すいたな。なんだこれ。ゴールデンチケット。うわあ、ポンカのプレゼント工場見学のチケットだ。それは世界中の子供たちが喉から手が出るほど欲しがるものでした。なんだ、おめえも当たったのか。路地裏のカーリーだな。君は？僕かい？僕のパパはここら一帯の名手、その一人息子、ギルバート・マルコセ。それにしても汚い格好だな。ほっとけよ、ポンカさんだ。やあ、よく来てくれたな、君たち。歓迎するよ。君たちはとってもハッピーな子供たちなんだよ。この工場見学のチケットは世界中でたったの2枚しか流通してないんだからね。ポンカさん、ありがとう。ずっと会いたかったよ。僕は別に君に会いたくなかったけどね。ポンカさん、よかったら僕も。そんなことよりポンカ、おい、僕と仲良くしたらいいよ。ここら辺のパパは名士なんだ、よろしくね。あー、ごめんね、僕は子供とは握手しない主義なんだ。それじゃあ早速工場見学に行ってみよう。そんなことよりポンカ、あのプレゼント開けてもいいの？あー、勝手にそれを触るとまずいかな。え？おい、こんな大きなプレゼント見たことないや。マルコやめて、勝手に開けちゃダメだよ。なんだよ、やめろ、やめろって。なんだよ、なんだ、なんだ、ポンカ助けて。何してるんだ、ほら一緒に。楽しかった。彼はどこへ連れてかれたの？さ、そんなことは僕は興味ないよ。え？それより君に最高のクリスマスプレゼントをあげよう。この工場を丸ごとプレゼントさ。へえ。いや、僕いらない。僕以外にも恵まれてない子はいっぱいいるんだ。だからその子たちにあげて。はあ、君は腹が立つぐらいいい子だね。え、君は一体何が欲しいんだい？家族。家族。うん、それじゃ君が気が済むまでこの工場に一緒に住んでもいいよ。うん、それじゃあ一緒に工場に行こう。やったー。
こうして家族のいなかったカーリーとポンカは何よりも大切なプレゼントをもらいましたとさ。